国際宇宙ステーションロシア区画におけるミニリサーチモジュール1-1ミニリサーチモジュール1は国際宇宙ステーションの1区画である。過去にはドッキング装置検機器搭載区画とも呼ばれていた。相性はロシア語で赤月の意であり、英語ではラスベットとなる。MRM-1 の主な使用目的は物資の保管庫及び ISS を訪れる。 宇宙船とのドッキング装置となることで2010年5月にスペースシャトルアトランティス号はカナダアーム2を使ってザーリャの株ドッキング装置に取り付けられた。またロシアが打ち上げる予定の多目的実験モジュールに設置するための外部機器欧州ロボットアームの関節部分の予備品などを外部に設置している。MRM1 をシャトルで運搬する代わりに NASA は MRM1 内部に1.4トンの NASA の物資を搭載してもらうという契約を締結した。MRM1 はアンドロジナスドッキングシステムを2つ持っていて、1つはザーリアとの結合のために使用され、もう1つはソユーズ宇宙船やプログレス補給船とのドッキングのために使われる。当初の ISS の設計からすると、ドッキング装置兼機器搭載区画の役目を果たすことに、 なる。MRM-1 の存在を明らかにする際、ロシアは予定していた最後の2つの区画となる、ロシア研究モジュールの製造を中止することも合わせて表明した。当初は国際宇宙ステーションのロシアの区画には、DSM、ドッキングストレージモジュールを結合することが計画されていた。DSM は保管庫であると同時に、 ソユーズとプログレス用のドッキングポートの役割を果たすものであり、大きさと形状はザーリャと同じで、プロトンドケットを使って ISS まで運ばれ、ザーリャの下部ドッキングポートに結合される計画であった。この DSM は、ロシアの予算的な問題で、しばらくの間キャンセルされていたが、その後 DCM に変更され、当初の予定通りザーリャの下部に結合される計画となった。 キャンセルされていた間に、同じ場所には、エンタープライズと呼ばれる多目的モジュールを結合すべきだとの提案や、多目的実験モジュールの結合が提案されたが、エンタープライズは承認されず、MLM もズベズダ区画の下部ドッキングポートに取り付けられることになった。MRM1 は、当時 ISS 参加国が直面していた以下の2つの問題を解決するために設計された。 NASA は MLM 外部に設置するロシア側の機器を ISS へ運搬する契約を受け負っていた。プログレス補給船、ソユーズ宇宙船、欧州補給機などの飛行が重なったことで ISS のロシア区画にドッキングポートを4カ所設置する必要性があった。ザーリャの下部ドッキングポートはトランクウィリティオーノード1ユニティの下部に結合すると ロシアの宇宙船は構造に干渉してドッキングできなくなり、ISS のロシア区画の空いているドッキングポートの数は3個だけになってしまうことが懸念された。MRM-1 を結合することで蒸気2つの問題は解決された。MRM-1 で MLM 用の機器を運搬することにより、NASA は MLM 用の偽装フライトを追加する必要がなくなった。また、 MRM1 を設置して、ドッキングポートの位置を下に伸ばすことにより、ユニティに設置した PMM との干渉の問題も解決されたため、ISS のロシア区画は、ズベズダ後部のドッキングポート、ズベズダの下部に結合しているピアースのドッキングポート、ズベズダの上部に結合している MRM2、ポイスクのドッキングポート、そしてザーリャ下部の MRM1 ドッキングポートと、 使用可能なドッキングポートを4カ所持てるようになった。MRM-1 は製造が中止された科学電力プラットフォームの構造試験のために作られた油圧構造区画をもとにして SP コロリョフ社が設計、製造した。機体と地上整備用の機器はアントノフ124に搭載され、2009年12月17日にケネディ宇宙センターに到着した。開墾後、 アストロテック社が運営する打ち上げ前整備施設に送られ、そこでエネルギア社の技術者らの手によって単体での電気試験や機密確認試験などが行われ、またハッチや熱交換器などが本体に取り付けられた。機体が NASA の宇宙ステーション機器組み立て施設に送られたのは2010年4月2日のことで最終的な試験を受けた後、4月5日にシャトルの貨物室に乗せられた。 MRM1 を搭載したアトランティス号は4月15日にケネディ宇宙センター39番発射台に設置された。ありがとうございます。